おお。あの。もう諦めたらどうだった？雷神拳、雷神の姿勢、いや、おお、あの、おお。一部じゃ全員死んだって噂もあるけど。でもこの手配書毎年更新されてるぜ。やっぱまだ死んでねえってことじゃねえのか。お前誰だ？この子が七つの大罪？ありがとうございます。ここは？私はなぜ？ふらっと店に入ってきて、いきなりぶっ倒れたんだ、お前。店？豚の帽子で、俺の店だ。あ
なたがマスターさん？おかしいか？いえ、その背中の剣が見えたものですから。ああ、これか。ビビった？塚だけでもちらつかせてりゃそれなりに見えんだろ。これぞ食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。あ？シャネル豚さんだ。フォークだぜ、よろしくな。そうだ、腹減ってないか？よけりゃ食わしてやるよ。フォークちゃんを？フォークじゃねえ、フォーク！解放していただいた上に食事まで、なんてお礼を言えばいいか。礼言う前にまず食ってみな。はい、いただきます。どうだ、まずいだろ？はい。やっぱり。でもすごく美味しい。なあ、お前あんな鎧姿で何してたんだ？探してるんです、七つの大罪を。なんでまた生きてるか死んでるかもわかんねえような連中だぜ。大悪党だぜ。開けろ、村人からの通告があった。おい、出てこい。呼んだか？なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。サビの騎士はどこにいる？そいつを出せ。出てこいよ。俺を呼んだか、このサビの騎士ホーク。この豚が七つの大罪ですか？なわけないだろ。なんと、俺は残飯処理騎士団団長なんだぜ。な騎士団があるか。この豚でよければ煮るなり焼くなり好きにして。どっちも勘弁しろ。ガキ、騎士を愚弄するとはいい度胸だな。アリオニさん、裏から女が逃げました。なに、急ぎツイーゴ様に伝えろ。おそらくその女がサビの騎士だ。